そしてあームービースターでもあるんですけれども長い間お祈りしてたのは一般のテレビ局で神様を賛美することができるように長い間お祈りしましたでもあの一般の,あのかあ歌謡曲をやっている一番視聴力が高いあの TV 局ではです、ね、宗教的な色を上げてはいけないっていう契約があって絶対的に神様とか宗教的なあの歌は歌えないのです。 ですけれども長い間お祈りしながら私たちのグループの中であ先月ですね「オーヘッピーデイ」を一番必要力が高い KBS で歌うことができましたブラックアスプルティームとそして俳優そして歌手の方が入ってそれを歌ったんですけれどもその反応が一般的な人の反応が とてても強くく反応ししださいましたそして道を歩いてても今話題になっているのがその「オーヘッピーデを歌ったそれがとってもパワフルだということをたくさん語っています。あそれで私たちはこれをなさしてくださった神様に栄光をもとしたいと思います。あそういうい意味でプラックアスペルのプリビューと 続いて「オーヘピーデー」を歌った一番視聴力の高い一般の地上派でそのことができたその映像を2つ見せてそして私たちのプログラムを終わりたいと思いますよろししくお願いします。<laughs>